く火を通さないと味を構成されてるのは今までは4つやったわけ。甘い、辛い、酸っぱい、苦い、この4つやったんやけども、プラス、1つ旨味で、これは、日本の文化の中には昔からあったもんやけども、ヨーロッパアメリカの人も、感じるっていうのはもちろん感じてんやけども、それを、言葉として認知したのは、最近のことやと思う。旨味っていうのはヨーロッパのシェフなんかはまだ概念のように捉えてる、シェフがいるけども、実際にあるものやから、これは概念でも何でもなくてあるんですよ。日本では100年前にもうすでに、昆布から出る出汁の美味しさとして、認識されてたんです。100年前に東京大学の池田先生って方がそこから大量の昆布から、旨味の成分であるグルタミン酸ナトリウムを取り出しました。それが、科学的に旨味っていうのが初めて世に出た、スタートなんですよ。ところがそれが科学的にうまみっていうのが、他の甘みとか辛みとか、酸味とか苦みとかと同じ基本的な味である、ということが証明されたのは随分最近のことです。でそれまで海外の日本人でない人たちはうまみっていう言葉がうまみっていう味が独立して存在するっていうことに対して大変懐疑的でした。信じてなかったです。で、もう10年ぐらい前にうまみの受容体が舌の上に存在するということが発見されて、それで一挙にうまみというのが学術的にもそれは存在している味であるということが世界に広がりました。I think the reason why the Japanese discovered it as a fifth taste, and discovered where it comes from scientifically, is because of their history. As they developed a grand cuisine and wanted to make everything taste better and taste better and taste better, they were forced to find other ways to increase that umami that we all crave, other than just adding more animal products, other than you know, making a stock from animal products. They had to find different ways.獣類の肉とか、それから、魚がイノシン酸を含んでる。で、グルタミン酸とイノシン酸を、一緒に口の中に入れることによって、相乗が起こって大体6倍から8倍のうまみを得ることができる。これが、日本料理の、マジックやね。旨味をうまく使うということが、人類を助ける、
もう一番いい方法やというふうに僕は思ってるけどね。